どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、始めたて、遊戯を始めたての皆さんとか、美課金者もしくはまあ無課金でもそうなんですけども、だいぶ組みやすい修羅の岩を作ってきました。ミニボックス2周していただくだけで、このデッキ組めます。まあそこそこの長さのお財布も優しいんじゃないかなと思うんですが、これをね意識して作ってきました。まあこれから始めるよという遊戯を始めるよという方とかね、それからまあまだずっとやってなかったんだけど復帰したいよっていう方のために、作ってきました。これね、デュエルキングになるぐらいだったら余裕です。デュエルキングになるぐらいだったら余裕、まあ昇格戦サレンダーまで行ってるんで、こっちこのデッキでね、まあちょっと回し方に慣れないといけないっていうのはあるんですけども、このメインボックス、メインボックスじゃねえや、メインモンスターたち、これは、ミニボックスを2周していただくだけで、全部集まります。全部集まる。 SR が2枚なんですけどね、 SR2 枚で、まあ、R はまあもちろん、被ると思うんで大丈夫と思います。3枚1枚で、2枚1枚で、 UR 違う、 SR1 枚 UR1 枚で、こっちのも、UR1 枚 UR1 枚、R2 枚R1 枚 N1 枚ということで、2周していただくだけでこれが全部手に入ります。まあ、全部そこに埋まっていったとしても1万ジェムぐらいで、全部集まるかなと、カード自体はね。で他の部分が、クリボールとかそういう防御札なんですけども、これね無課金でもね全員ねゲットできる方法があるんですよ。それが、チケットですね。カード交換できるチケットっていうのがありまして、まずですねクリボール、これはですね1億ダウンロード、感謝記念キャンペーンっていうのを俺やってるんですよ。これでドリーム UR チケットっていうのがあるんですね。これ1日目にもらえる。これでクリボールを交換しましょう。でさらにこの7日目の SR チケットっていうのがあるじゃないですか。これでさっきのデッキの中にあるエネミーコントローラー、エネミーコントローラーですね、これを1枚交換しましょう。でその後ビンゴチケットっていうのがあるんですよ。始めるとビンゴチケットで絶対エネミーコントローラーが誰もが1枚もらえるんで、なので、まずエネコン2枚と、クリボールが揃いました。であとはこのね、アルカナフォース14テンパランスっていうやつなんですよ。こいつをワールド解放キャンペーンっていうデュエルリンクスにはそのダークサイドオブディメンションズワールドっていうのが開催されまして、でそれのもらえるキャンペーンのチケットがあるんですけども、さっきのね1億ダウンロードキャンペーンの SR がこれね、これにエネコンがちゃんとあるんですよ。ちゃんとある、エネコンがちゃんとある、これももらえるよね。でダークサイドオブディメンションズリリースキャンペーンのチケット この SR チケット、これ2枚にアルカナフォースがあるんですよ。ここにこれがあるんですよ。だからこういうことができるんですよ。だからさっきの防御札は課金をしなくても全部集まります。すべて集まる。でこういうデッキになるわけですね。まあ昇格戦サレンダー、デュエルキング昇格戦サレンダーまで一応行ってるんで、デュエルキングになるぐらいだったら多分いけます。全然ちょっとね一番その難点がこのレベルコピーっていうこのスキルですね。これがねちょっと大変なんですよ。ドロップスキルでしかないんで、ただ代替が効かないスキルなんですよね。なんでこのレベルコピーだけは、まあ、例えばフリー対戦とかでこう同じぐらいのランク帯 の友達とか知り合いとかと一緒に同時に始めて、でマッチングしたら即サレンダーみたいなのを繰り返すと落ちるかなと。もしくは自殺周回っていうね、あんまりおすすめできないけども、ただ無限に負け続けてスキルを対人戦で落とすっていう方法、まあ、これが一番効率がいい方法なんじゃないかなと思います。非常にね組みやすく組んだつもりなんですよ。これでもだいぶね2周で組めるって結構でかいと思うんで、もし、まあ、復帰したいとかちょっととりあえずリンクスやってみたいとかいう方はこれ目指して作っていただければ多分ねむっちゃ勝てると思います。で他のカードの、まあ、代替候補っていうか交換するこの入れ替える候補としてまずですね、ゴズキですね。これです。このゴズキくんがもう持ってるよと
いう方はマスター、ゾンビマスターあたり、この辺のゾンビマスターあたりを入れ替えて入れちゃってください。ゾンビマスターじゃなくてゴズキの方がいい。それからこの封印の黄金室、これを持ってるよっていう方は封印の黄金室に変える方がいいと思うんで、そうですね、まあエネコンとかサンダーブレイク、このあたりを封印の黄金室に変えていただいて展開力を少し上げるっていう方がいいかな。まあだからゴズキと封印の黄金室を持っている方は、僕ちょっと前に挙げてるデュエルキング到達っていう知らぬデッキが、純正の知らぬデッキがあるんですよ。そっち見ていただければそっちの方が参考になるかもしれません。とりあえず今回は2周で組めるように組んでるんで、まあちょっとまた自由度が少し縛られてますけども、これでも十分強いんでね、早速デュエルやっていきましょう。まあ回し方はちょっとデュエルをやりながら解説していけばいいかなと思います。デュエルスタンバイ。さあ今回はちょっとですね、丁寧に解説していこうかなと思います。多分冒頭であんまりそのデッキの回し方については解説しないんですよ。組み方を多分ほぼメインに喋ってるはずなんで、なんで古代パイセンはね、クリボールとテンパランスが無限に腐るから、これちょっと相性悪いね、基本的には。まあ、突破できれば、高校で突破できたりとか、あと銃が立てられれば、古代にもかなり有利なんだけども、これね、モンスター守る札がね、あまり有効に活用できないっていうのは、ちょっと若干、ってとこありますね。はい、ドロー。チェーンなし、OK。ですね、展開力がないからこうなるんだよね。展開力がとにかくないんですよ。これは一回影物かな、影物いきましょう。チェーンなし、なるほど。影物効果、自身をリリースしてレベル3のこいつを出していく。でカードを1枚セットで、これでターン終了ですかね。もうなんかなんだろうこれ、セットで反応あるか、小豆菜は入ってないだろうから、さすがにダブ菜かな、ダブ菜かなんかなんじゃないかなと思うんですけども、多分ですけどね、多分おそらくダブ菜、どっちかダブ菜で、1枚が、チェーンないカードなのかな。はい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 、オッケー。強いね、デッキトップ強い。でですね、レベル2のこのチューナーを墓地に落としておく方がいいんですよ。なんでかっていうと、次の開始のターンでシンクロできるんですよ、墓地シンクロ。なんで、サンダーブレイクのコストはレベル2の、こいつが一番最適解かなと思うんですが、バトルフェーズで、ここでサンダーブレイク発動手札を一枚捨てて、てめえのモンスターを剥がしていくぜ。で、まあ、これはダブルサイクロンなんで、ダブルサイクロンだから、まあ、持って全く問題はない。オッケー。多分知らない。クリボール死んでるけど。クリボールは死んでるけど、俺は知らない。多分ね。オッケー。何このチェーン、わかんない、このチェーンなんだ、あ、結集か、なるほど、結集はやばいか。でもダブサイでしょあれ、多分大丈夫だと思う。はい、オッケーです。あ、いってな、くそ、マジか、そっち、でもまあ今のは正解だったと思うんだけどな。ドロー、モノロフか、モノロフか。でですね、こっからなんですよね、問題は。影物が墓地にいるから、考えろ。ゾンビマスター召喚は絶対なんですよ。で、ゾンビマスター召喚効果も絶対なんですよ。で、ここで、モノノフはレベルコピー用なんで、クリボールはもういらないか捨てて、で、これはダメだ。これを蘇生しちゃダメだから、知らぬい、オーマ蘇生ですね。オーマ蘇生して、レベルコピー8。で、3800にして、あ、これいったかな、レベルコピーで、レベルコピーでここ4にする。はい、で4と4で8作りましょう。でね、墓地に影物が落ちてる場合って除外すると、除外されてる知らぬいを引っ張ってこれるんですよ。だからここでね、除外するカードをどれにするかっていうのはすごい難しくて、さあここはもうシンクロ召喚工事をドヤ顔で唱えてください。詳しくはディスコードのシンクロカテゴリーへどうぞ。で、戦神知らぬいの効果発動。これはですね、レベル3を除外しておきまして、まあ、なんでもいいんだけどね、影物と2以外だったら。で、影物と2を
除外しましょう、墓地から。で、これで影物を除外して6出して、で、影物効果発動、除外されている知らないモンスター一体を特殊召喚。で、レベル2、引っ張ってきて、で、レベル2、8でいきましょう。8、2個入ってるとするんだけど、まあ、いいや、レベル8、戦かもしれないのに、レベル2、用途知らないもチューニング、戦場に眠るし、バッケの魂を今こそエンジンとともによみがえり、我が闘神となって、隔離の彼方より解き放たれよ、漆黒の召喚、目覚めよ、ホムラガミ知らない。ホムラガミ知らないの効果発動、樹海および墓地の、知らないを戻して、てめえのカードを1枚選んで破壊していく。これはですね、キャッスルで次絶対に出てくる、やつを破壊して、これチェーンナインであれダブルサイクルなんですよ。だからあれは破壊する必要がないので、アンティグキャッスルを破壊していきましょう。で、バトルフェーズに入ります。まず3500で、3000にアタックしていく。で、これ倒す必要あるな。倒す必要ある。で、ターン終了。で、あれはダブルサイクロン。セットがダブルサイクロンで、手札がアンティキア、リアクタードラゴン。なんで、多分、相手は何を引けば勝ちなんだ？ほぼ負けやろ、これ。これが爪デュエルですね。あのね、ちょっとね、プレイングが難しいっていうのあるんですよ。知らぬいって。少しね、墓地シンクロとか、あと除外ゾーンと墓地をすごい活用してぐる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 させるんで、ちょっとね、慣れるまで時間かかると思います、多分。だから、慣れるまでは多分ね、みんなも負けると思う。俺もすげえ負けたから。俺もめっちゃ負けた。まあ、それは全然いい。オッケー。全然問題ない。いいよ。なんならそれ破壊させてあげる。全然問題ない。次8で行くから。そしたら。次8で行くから。墓地神経で。ちょっとね、慣れるまで時間がかかるんで、そこだけはね、こうなるんですよ。これちょっとね、回し方が難しいんで、その辺だけ注意していただければいいのかなと思っております。さあ、お相手の方、闇遊戯選手よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。なるほど、手札はまあそこそこいいですね。こうやってね、そのね、モンスターが固まってくれると展開力はめっちゃあるんですよ。これも一応レベルコピーできるレベル4と宮司と影物ってのがいるんで、これ墓地に28落としながら10が出ます。あー強いな、めちゃくちゃ強いな。まあ、ただモーレフやばいな。あれこれ負けか、でもワンチャンあるか、これワンチャンあるな。竜の神あるから。でこうして宮司で影物を特殊召喚していきましょう。この宮司影物レベル4っていうのはね、墓地に2と8を落としながらホムラガメが出るっていう手札なんだよ。あーモーレフもうやっちゃう、それ早くない、それは早いのでは、それはね多分ね早いよ。それは早くないか、これ関係ないけどね、これもうだとしたら、え、これあなた死ぬのでは。で影物の効果で宮司で2出してくるよね。で絶対早いだろ、早いよ、それは甘いだろ。レベルコピー発動、ここで4コピーして44にして、はい、でレベル4影物にレベル4となった。妖刀知らぬいをチューニング、いけ戦神知らぬい、そして戦神知らぬいの効果発動、除外されて、違うわ、1でいいんだな。で2除外して影物効果で除外されている知らぬいを特殊召喚、レベル2妖刀知らぬいを除外ゾーンより呼び戻す、リターンノブ知らぬい、そしてレベル8戦神知らぬいにレベル2妖刀知らぬいをチューニング、戦場に眠るし化けの魂がどうのこうの、新規の召喚、ホムラガメ知らぬい、ホムラガメ知らぬいの効果発動、カードを破壊していく、さあこれだ。そして手札よりリエの鏡の効果発動、墓地のアンデッドズがモンスター2体をゲームから除外し、現れいでよ冥界よりよみがえりしドラゴン、冥界流ドラゴネクロ、宮司さんの効果。早い早い、モーレフ使い早い。さあお相手の方、石津イシュタール選手よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。イシュタール選手か、イシュタール選手ちょっと墓所封印っていう最強スキル持ってるんですけど、やばいんですよね。これ墓所封印っていうね、このスキルがね、マジで、カイクもやべえな。いや、ガンベタしすぎだろ。こいつなんだよ。クソがよ。一旦、ちょっと待ってくださいね。どうすればいいんだ、とりあえず影物行くか。影物、死にゃ死ねえだろ、クリボーだからな、ギリギリ多分耐えると思うんだよね。で、
ね、影物でね、あのね、2引いちゃってるとちょっとめんどくさいんですけど、2いればこうできます。ちょっとね、これ2と3の枚数めっちゃむずいんだよね。まあ、2、2枚だと、あ、か、うわーうえーやばいってそれはやばいってやめろカオさん、マジふざけんなよ。カオハはマジ魂して、なんとかして蜂出してあれ突破するしかないんだよ。あれ絶対どっかで殺さないといけない。なので、このモンスターがいると、この、ゲームから自分はカードを除外できなくなるんですよ。なんで、あいつは絶対暴食強えよ。なんでや、このクソ除外メタ。こいつ、親に絶対知らんに殺されてんだろ。親に知らんに殺されてる？逆だ。知らないに親殺されてるんだろ。やばい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 。シュルクリボール！クソが！耐え、なんか耐え。あー、宮塚さん？あ、宮塚さんワンチャンあるじゃんね、これね。これワンチャンスあるぞ。まだレベルコピーは使っていない。つまり、宮塚さんを召喚していく。そして宮塚さんパイセンの効果発動。こいつは墓地からではなく、手札からも特殊召喚できる。妖刀者の妖特殊召喚！よし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 。よし、耐えろ！で、レベルをコピーしていく。レベルコピーしてレベル4にしていく。で、8進化していきましょう。レベル8、レベル8じゃねえや、レベル4、宮塚さんにレベル4、妖刀知らぬ岩をチューニング。なんか戦の神様がどうのこうの、シンクロ召喚降臨せよ、よみがえれ戦神知らない。そして除外できない。バトルだ、くらえ、お前もどっか行け、消せよ俺の目の前から。なにこれ、何も使わせないの術。くぅそれ持っといたら勝ちじゃねえかよ、次ってどう考えても。それ持って殴らせてくれよ、少しぐらい。それ持ってでパクったら勝ちやん。キモすぎ。カオスハンターがクソキモいんだけど。